皆さんこんにちは、サワリークラブ。日本では連日猛暑が続いているとニュースで報道していますけれども、タイも同じく毎日35度以上真夏日が続いています。少しでも暑いのを冷まそうと、今回はセントラルワールドにある救急デザートに冷たいものを食べに来ました。救急という名前ですけれども、アルファベットの QQ デザートというところで、今回は台湾のデザート屋さんということでセントラルワールドにありますのでレポートしたいと思います。 QQ デザートでは黒いゼリーや豆乳スイーツの糖果など、ヘルシーであっさりした味わいの台湾デザートを楽しむことができます。このセントラルワールドには6階に入っており、割と大きな店舗を構えているので、その店舗で食べることができます。今動画の右端に映っているのがここで提供されているデザートの一部です。今回このお店ではたくさんのかき氷にトッピングを混ぜたデザートが提供されているのを確認できましたが、私は実はこの中国系のデザートが苦手なので、今回はこのような台湾デザートはパスすることにしました。代わりに何かデザートがないかと思い、お店にとりあえず入って見てみることにしました。このお店では先払い制で、まずは列に並び、そしてオーダーします。店内で食べるときはお店の人に言うと間違いなくオーダーできると思います。ここ数年タイでは黙物を中心に抹茶を使った日本風デザートや韓国のかき氷、ピンスといった海外デザートが大変人気を集めています。今回紹介する QQ デザートで提供されている台湾スイーツは、それらのスイーツと比べると比較的リーズナブルなのも魅力です。安いものであれば100バーツ前後、およそ300円前後から気軽に楽しむことができます。ここセントラルワールドのオープン以降、着々と出店を広げ、2027年10月には免税店のキングパワーコンプレックスにも出店しています。このスイーツと合わせて、先ほどまで動画に映っていたお茶なども売っているので、今後ますます台湾のデザート人気は加速しそうです。それでは早速 QQ デザートのメニューを見ていきたいと思います。今動画にあるように、安いものは95バーツから高いものは269バーツまで、大きさ、サイズ、種類、それぞれのものが今動画で見ていただけるように揃っています。また標準のメニューに合わせてトッピングで、さらに自分好みのデザートに変えることもできます。海外で飲食店に入るときに心配なことの一つとして、メニューをちゃんと理解できるか読めるかがあると思います。しかしこのお店ではタイ語での表記、また英語での表記、そして写真がついているので、迷わずにオーダーすることができると思います。さて今回が私は何を頼んだかというと、結局ミルクティー、タピオカミルクティーを頼むことができました。というのも、ちょうど私が行った際にこのお店でプロモーション、いわゆる特価があり、45バーツでこのタピオカミルクティーの M サイズをオーダーすることができました。他のお店に比べてもさほど差はなく、美味しく楽しむことができました。それではどんな様子か動画でレポートするので見てみてください。今回頼んだのは M サイズです。またタイではこのタピオカミルクティーを頼む際に甘さを設定することができます。大体のお店では 25% ずつ設定されていて、 25%、50%、75%、100%、125%、そして 0% というふうにおおよそ6段階あります。私は今回 25% を頼んだので、少し甘いかなというくらいになります。タイの人はおおよそ 50% もしくは 75% 頼むことが多いようです。私のタイの同僚は毎回 100% を頼んでいるので、大変甘党なのがわかると思います。そしてタピオカの代わりに今回はゼリーを入れてみました。これはタピオカに比べて飲み残しもなく、美味しく最後までいただくことができるのでいいと思います。皆さんも試してみてください。
店内はさほど広くはないのですけれども、一人二人ぐらいであれば簡単に席を探して休憩することができます。またコロナの影響もあり、机の間はかなり横との距離が取られていました。さて、気になるお値段ですけれども、今回は45バーツ、おおよそ152円でした。これはタイのタピオカ、ミルクティーのお店の中でも安い方だと思います。その後、このセントラルワードのデパートをブラブラし、家に帰りました。この動画へのいいね、またチャンネル登録、引き続きよろしくお願いします。それではまた、バイバイ。